レベリオン。ゼノビアのゴブストーンを探すなら学校の周りの高い場所だ。レベリオン。レベリオン。今度は何をするの？ゼノビアのゴブストーンを探すなら学校の周りの高い場所だ。アクション。レベリオン。ゼノビアのゴブストーンが揃った。彼女に会いに行かなきゃ。レベリオン。いつも言ってるけど、旅は視野を広げてくれるわ。レベリオン。
ルーモス。レビオン。私が自分で探した時よりいい結果になればいいんだけど。ゼノビア、ゴブストーンを見つけたよ。本当に？もう無理だと思ってた。一体どうやったの？常識と初級の魔法でね。それじゃあゴブストーンを返してくれる？預かっとくことにしたよ。クラスメートに迷惑をかけた罰としてね。私の大切なコレクションなのよ。からかってみただけ。もちろん返すよ。もう、よかった。心配させないでよ。ゴブストーンを取り戻したことだし、談話室で誰か相手になってくれるといいんだけど。頑張って取り返したんだから、みんな喜んで遊んでくれるよ。行ってみたら？でしょ、絶対楽しいわ。液体をかけられた人を見て大笑いするの。私はかけられないけど。もう行くわ。うまくいくよう祈ってて。
レベリオン。先生、新しい呪文を教えていただきに来ました。よろしい。あんたは急いで防衛術の課題を終わらせる必要があるとフィグ先生から聞いてるよ。よって今日はインセンディオ、炎の呪文を覚えてもらうよ。松明を灯したり、蜘蛛の巣を焼き払ったり、自分に危害を加えようとする者から身を守る時にも便利な呪文さ。それは便利そうですね。かなりね。だが取り掛かる前に少々課題をこなしてもらおう。中にはびっくりする課題があるかもね。まあやってみてのお楽しみさ。終わったら私の元へ来ておくれ。それからインセンディオに取り組むとしよう。終わったら私のところへおいで。杖十字会は言うほど秘密の存在じゃない。レベリオン。ルーモス。冒険に出発するの？レベリオン。レベリオン。アクション。ルーモス。レビオン。レベリオン。レパロ。レベリオン。もう一勝負どうだ。まあね、誰が来るか見てみよう。決闘するのが怖い相手なんていない。セバスチャン、分かってるってば。ルーカン、訓練用人形を使ってもいい？もちろん、コンビネーションの練習メニューを用意するね。今すぐやってみる？できたら嬉しい。人形が落ちる前に呪文を全部放つんだ。
全部終える前に練習をやめるなら知らせてね。練習はもう十分だね。いい感じだったよ。ありがとう、ルーカン。弱点を見抜くなら本番より練習中の方がいい。きっと手強い挑戦者になれるよ。ルーカン、杖十字会の次のラウンドの準備は？もちろんさ、すごい試合を揃えたよ。もう一勝負どう？準備万端だ、やろう。わかった。パートナーと参加するの？うん、ナティと。じゃ、始めよう。負ける覚悟はできた？先に謝っとくよ。もう一回やろう。それはよかった。Maybe I'll...
全力を出した。うん、そうだね。元から君は注目の的だったけど、今のラウンドの後じゃこれまで以上に目をつけられそうだ。次も勝つ気なら鍛錬を怠らないことだね。気を抜いたら命取りになるよ。準備ができたら知らせるよ。また後で。次はゴブストーンのための戦いだな。課題はこれで終わり。手加減してくれよ。私は魔法薬学が合ってるかも。あなたのおかげでトーナメントから敗退のようね。レベリオ、努力が実り、あんたはミスター・ブラトルビーに受け入れてもらうことができた。そう考えていいかい？ヘキャト先生、課題を全部終わらせました。それは何より。なら、インセンディオを学ぶ準備はできたね。準備というのは？言いたくはないが、不注意で聖マンゴ病院行きになった同僚を何人も見舞ってきた。火は従順なしもべじゃないってことを忘れないように。これまで見たあんたの技能には感心してる。だが集中を切らすんじゃないよ。あんたが燃えて授業が終わるなんてことは避けたいからね。始めよう。いいかい？正しく杖を動かすよう集中しな。集中しな。杖をしっかりと持つんだよ。よくや。
インセンディオ。Thank you.
陰性で来たね。その調子だよ。自分を燃やさないように注意しな。陰性で何かに火をつけるとスッとする。違う。レベリオン。レベリオン。レベリオン。ルーモス。煙突飛行ゴナを発明するまで移動はとても不便だったのよ。レベリオン。先生、聞いてください。ヘキャット先生から防衛術を教えていただきました。そう聞いた。新しい杖によく馴染んでおるようだ。彼女や他の教授と連携し腕を磨き続けるように。とはいえ図書館への訪問をこれ以上延期したくない。では向かうとしよう。
フィグ、仕事だ。来い。校長、生徒もいますし、予定も。後にしたまえ。生徒のことも後回しだ。君とオズリックが招いた面倒の埋め合わせをしてもらわねばならないと思うのだが、5分後に校長室だ。腹立たしい男だ。残念だが、禁書の棚への遠征はもう少し後になりそうだな。でも、先生、他に選択肢はない。我らが偉大な校長をこれ以上刺激するのは愚かなことだ。耐えなければならない苦労が終わってから君を探しに行く。レベリオン。インセンス。セバスチャンが禁書の棚に忍び込むって言ってたな。彼なりの考えがあるのかも。今度は何をするの？レベリオン。アクション。レビオン。インセンディオン。ルーモス。レベリオン。ルーモス。レビオン。インセンディオン。レベリオン。
ことないわ。穏やかじゃないな。何があったの？私はただこんなに周りが見えないレイヴンクロー星は珍しいって言っただけ。別に他意はないわ。ああ、なるほどね。あれを失礼だって思わない人は知性の知の字もない人よ。そこまで言うってどう？レベリオ。この件はもう終わりにしましょう。フィールドガイドは本当に便利ね。私も乗せてもらえて嬉しいわ。そういう自分はどこにいた？ゴブリンの習得時の魔法大臣はアルバート・ブート。違う。おっとこいつは面白い。さよならは言わないぞ。君を嘘つき呼ばわりする少年を応援しよう。嘘なんかじゃないわ。アルバート・ブートだって。違う、バージル・フラックだ。いいぞ、行け、大胆に攻めろ。時の大臣は果たしてブートか、それともフラックか。ピーブズ、まずいことになるからやめて。君たちがまずいことになろうが、ピーブズがぶたれることはない。ブートとフラック、さあどっち。ピーブズ、もういいから、全員罰を受けちゃうよ。二人とも間違ってる。それはヘスパイスタスゴアよ。ブートでもフラックでもなかったが、しかし全員ブラック校長のお説教は確実だ。ウィーズリー先生ならすぐ消してくれたんだ。